日の丸っていうのはそういうものなんですか。そういうふうに扱うものなんですか。私たち国民は自虐史観を植え付けられていったんじゃないか。懺悔させられ、お前たち日本人のおじいさん、先人たちはちゃんと駐輪場に止めなきゃいけないんじゃないですか。こんなところに止めちゃいけないんですよ。自転車ここに止めちゃいけないんですよ。ちゃんと駐輪場があるんですよ。あなた駅の警備員やってるんだから、ここでしょ。その通りです。ねえ、佐久間さん、ここの警備員やってるんだから分かるでしょう。佐久間さんが知ったんじゃないですか。瀬戸さんが知ったんじゃないですか。新聞記者の佐久間を超えているんじゃないですか。やっていることが工作員なんじゃないですか。神奈川新聞、芝木記者、デマはやめてください。デマを取り消してくださいよ。デマを取り消してください。工作員なんかじゃありませんよ。なぜ私たちがこの川崎で、この日本から大事だと瀬戸博之氏がヘイトスピーチしてるじゃないですか。川崎に住んでる住民を出ていけっていうふうに言った瀬戸博之氏がヘイトスピーチをしてますよ。ヘイトスピーチですよ。この日本には彼には天の力があります。天の力を使って私たち日本人を増加するやり方はネバーはやめてください。日本人に対してネバーはやめてください。ネバーはやめてください。訂正してください。工作員なんかじゃありませんから。力があります。その力を利用して私たち日本人変なレッテルを貼るのはもうやめてください。神奈川新聞は地元の新聞、地元のスポーツ記事や地域のためにもっと良い記事を書いてください。反日的なましてや人を平気質だ、そういうふうに中傷する記事はもうやめていただきたいと思います。天の力による日本人に対するいじめなんじゃないですか。なぜあなたはこの場所にいるんですか。私は取材の申し出を受けた覚えはありません。なぜあなたはここにいるんですか。何の目的でいるんですか。神奈川新聞石橋記者、もう付きまとうのをやめてください。前回2週間前も付きまとっていましたよね。新聞記者が付きまとう、勘弁してください。新聞記者がストーカー行為やっていいでしょうか。私たちは決して差別主義者でも名実でもありません。私は人殺しをする人は立ってしろ、人殺しには人権がない、これを神奈川新聞で訴えますよ。私を差別主義者、名実者もう喜んで申します。これが神奈川新聞、神奈川新聞の石橋記者です。皆さん見てください。天の力を使って人権差別、このワードを使って私たち日本人、川崎市民を同格する圧力を気にしてきたのが今ここにいる神奈川新聞石橋記者、あなたなんじゃないですか。なぜここにいるんですか。あなたには殺された人の人権が大事です。罪はない。子供には未来がある。あの小学6年生の幼子、未来はどうなってしまったんでしょうか。前回ですね、統一地方選に、立候補して、残念ながら当選はできませんでしたが、その時ここでいろいろ演説させていただいて、その時以来ですね、ちょっと飛び入りなんですけれども、今日ね、時間があるんで、ちょっと参加させていただきました。今日、川崎市の皆さんにねお話しするのは、
まあ、ちょうどここ新聞の新聞記者さんも来ておりますので、あのちょっとね、まあ、サービスってわけではないんですけれども、先日実は私たちですね、私とあと他の2人、まあ、合計3人で川崎市に対して訴訟をですね起こしたんですね。でその訴訟どういう内容の裁判を、まあ、起こしたのかと言いますと、まあ、これは実はもうちょうど3年前になるんですけれども、まあ、その頃はですね、ちょうどヘイトスピーチ解消法、まあ、それがまあ、成立して、まあ、交付、施行の直前だったんですけれどもね、まあ、ある方が今日は八中さん来ないんですか？八中さんに取ってもらわないんですか？ある方がですね、八中さんに公園、またお金払うんですか？公園を借りまして、ってないんです、そこで集会、演説を集会して、演説集会をした後にデモをする、そういったようなことをね計画して、川崎市に対して申請書をね出しました。ちょうどそれ3年前になります。でそれをですね、通常でしたら、まあ、こういった公園の使用許可というのはまあ、すんなり降りるんですけれども、まあ、その、 申し出をした方はですね、まあ、ちょっといろいろ政治的主張が、まあ、過激なところがあった、そういったようなことで公園の許可が降りなかった、不許可になったことがあるんです。でこういった、ね、公園の使用許可も、まあ、できないっていうのはかなりレースケースといいますか、特殊な場合でして、まあこれに対して、まあちょっと3年間のまあ要するに時効ギリギリだったんですけれども、川崎市に対して訴訟、国家賠償請求訴訟といいまして、地方自治体に対してその責任を問う、まあそれはちょっとね特殊なまあ法律といいますかね、訴訟になるんですけれども、それを使って川崎市に対して訴訟を起こしました。で、まあいろいろと問題点といいますかね、川崎市と我々とが、まあ、言い争う論点というのがあるんですけれども、まあその一つにですね、まあ、今日瀬戸さんがブログに上げてたんですけれども、訴求粗罰の禁止、原則禁止、まあ、そういったような法律の原則があるんですね。これは何かと言いますと、ある、ね、ある時点で合法だったことを、それをですね、まあまあ、禁止する場合にですね、それを遡って合法だったものを、まあ、違法にすることは、過去に遡ってですね違法にすることは、まあ、できませんよ、まあ、そういったような法律の原則になるんですね。ですので、まあ、例えば今はですねタバコをポイ捨てしたら、まあ、いけないよ、まあ、そういったような条例が、まあ、各自治体出てますけれども、まあ、それがですね過去に遡ってですね、昔あなたはタバコをねポイ捨てしたから、だから罰金払いなさい、そういうようなことは言えないんですね。まあ、その意味法律は将来に向かって国力を生ずる、まあ、ですので過去には逆らわないというような、まあ、ある意味当たり前のことなんですけれども、実はこの3年前のですね公園の使用許可の取り消しに関してはかなり微妙な問題を含んでまして、その、まあ、その申請をねした方の公園の、使用を、まあ、不許可した理由がですね、その当時成立はしていたんですけれども、施工は間違ったこと言いますから、やめた方がいいと思います。ヘッドスピーチ解消法は別に根拠じゃありませんから。いいからいいから、間違ってますよ、いいから。まあ都市公園条例ですから、いや根拠と理由付け、理由付け、理由付け、間違ったこと言ってますから、
いや、その理由付け、ヘイトスピーチ解消法に基づいて不許可にしてるわけじゃありませんから、間違ってますよ。今って全然間違ってますよ。全く理解してません。じゃあ十分、都市公園条例ですから。じゃあ都市公園、妨害しないで、都市公園条例です。妨害しないでください。都市公園条例を根拠にして不許可にしてます。妨害しないでください。それはそういうふうに書いてありますよね。妨害しないでください。妨害、間違ってますから。もうデマやめた、デマやめた方がいいと思います。妨害しないで、デマやめてください。妨害しないで、妨害、前提が間違ってますから。妨害しないで。前提が全く理解してませんから。いや、いいんだいいんだ、適当なこと言わないでください。あなた妨害しないで、適当なこと言って言わない方がいいと思います。妨害しないでください。間違ってますから。妨害しないでください。前提が間違ってます。妨害しないでください。ヘイトスピーチ解消法は根拠ではありませんから。妨害しないでください。許可にしたのは都市公園条例ですよ。はい。じゃあ書面が間違、あなたの出してる、あなたたちが出してる書面が間違ってるんじゃないんですか。だ、ヘイ、都市公園条例ですよ。根拠にしてるのは都市公園条例に決まってるじゃないですか。根拠ですよ。根拠にしてる、何に基づいてるかっていったら都市公園条例以外ないじゃないですか。だから施工前の解消法なんかを根拠にはしてませんから。根拠にしてませんから。いいからいいから。根拠になるわけないじゃないですか。あなたの邪魔しないで、妨害しないでください。根拠になんかなるはずがないじゃないですか。妨害しないでください。妨害するな、とにかく。お前は喋るな、とにかくね。取材の範囲を超えてんだから。瀬戸さんのブログで書いてるのは全部間違ってますから。そんじゃ書きなさい。はい、全部間違ってます。そういう書きなさい。はい、書いて結構です。間違ってますから。はい、結構です。はい。まあ大体間違ってますから。はいはいはい。いいですよ。はいはい。それを間違ってるとして、いや、いいからいいから。あなたは全く訂正も、ね、謝ってなさい、謝罪もしない人ですから。黙ってなさい。黙ってなさい。それで訴えられたこともあるじゃないですか。黙ってなさい。で、な、何質問を受けたかと言いますと、いくら見たってそんなこと書いてありません。ここにですね、いくら見ても解消法のことなんて根拠にするなんて書いてありませんよ。いや違う違う。じゃあ例えばね、これ、まあ公園内行為使用許可の通知ということで、平成28年5月30日に川崎市が発行した、まあ、これ文書なんですけれども、まあ、ここで石橋さんがね、決定を、道路公、こちらはちゃんと読んでください。読む、分かってます。分かってます。分かってもいないじゃないですか。川崎市の、都市公園条例が起こせましたね。よく書面が出せましたね。まあいいですよ。間違いないですよ。まあ、これ川崎市が発行した書面を今読み上げますけれども、知ってますよそれは。まず条例第3条4項の規定によって不許可にするよと、はい、まあこれが決定の解消法に基づいてなんて一言も書いてません。間違いますよ。で、決定の理由がですね、その次に書いてあるんですけれども、ここの決定理由に関しては、平成28年5月24日に成立した本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みを推進に関する法律に規定されている不当な差別的言動を行う恐れがあると認められたためと、まあ、要するに解消法の規定を、まあ、理由にしてるんですけれども、いや、してませんよ。してるじゃないですか。津崎氏たちの言動が、ね、うん、市民の安全と尊厳を脅かすと、それが公園の、ね、管理に支障をきたすからって、それ、まあ、そう、都市公園条例に基づいての判断ですよ。まあ、何言ってんですか。まあ、都市公園条例全く違ってますから。全くじゃないです。まあ、そんなことも知らないで市議会議員に出ようなんて、まあ、もう本当に、ね、勉強不足だし、もう知識不足だし、ちゃんと誠実さのかけらもありませんよ、あなたは。川崎に行ってくださいよ。そういう主張ができますよ。違う、何を言ってるんですか。あなたはデタラメを言ってるから私は今言ってるんですよ。いや、もう黙ってればいいんだって、あんたは。妨害しないでください。川崎氏にちゃんと聞いてください。妨害しないでください。スピーチ解消、妨害しないでください。スピーチ解消法に基づいて判断なのかどうか川崎氏に聞いてみてくださいよ。そんなこと一言も言いませんよ。一言も言ったことありませんよ。一言もかなり書面に書いてあるじゃない。根拠にしてるなんて一言も言ってませんよ。根拠になるわけがないじゃないですか。何人の法律に基づいて、何度に基づいてるかってことを言ってるんですよ。あなたはそれを言ってるわけじゃないですか。その理由付けがまだ施行されてないでしょって言ってるんですよ。そんなの当たり前じゃないですか。だからそんなものがね、その理由になんかなるはずがないじゃないですか。根拠になるわけがないじゃないですか。何を根拠にしたかが問われるんですよ。何が根拠にされてるかが問われてるわけでしょ。問いたいわけでしょ。いや、いいから、黙ってなさい。対処法を根拠にしたことが違憲だっていうことを言いたいわけでしょ、あなた。
いやそんなこと根拠にしてませんから。都市公園条例ですから。妨害してるだけだから、妨害してるだけだから、ただ妨害してるだけだから、気にすることないから。都市公園条例にもそんなこと出てないから、それは問題ないから。だったらそれだけ書けばいいんだから。それ以外のことも書いてるってことは、都市公園条例にもそれはなかったの。そんなことは勉強してるから、分かるから。都市公園条例に書いてあります。書いてないから。都市公園条例に書いてないの。都市公園条例3条をちょっともう一回読み直してみてください。何回も見てるから。3回も見てるから、大丈夫。あなたの上はいい加減の言いがかりだから、大丈夫。あなたはもういつもね、あれしばっかり。いいんですよ。いいのいいの。石橋さんの、石橋さんのね、あの主張も、まあ、成立しうると思うんですよ。間違ってないから、もうとにかく黙れ。争う理由には、裁判を起こす理由には十分になります。それがですね、まあ、最終的には裁判所の判断に、まあまあ、従いますよ、当然ですけれども。何をどうしたんですか。でもそれをね、そういった疑問を制して全く理解を起こすこと自体にね、間違ったこと言ってますから、聞かない方がいいと思う。まあ、こういった興奮して邪魔をつけるっていうのは、何の話なんですか。何の話なんですか。侵害するとも言えるんじゃないですかね。まあよく聞いてください。私頭あるから分かんないの。説明もできないんですよ。もっと分かりやすい。すみません。何をお話ししてらっしゃるの。何を言ったんですか。ですね、今回ね、川崎市に、まあ、訴えを起こしたんですね。分かりますか。で、その理由は、公園をね、使わせてくれというふうに川崎市に言ったところ、公園、そうそうそう、まあ、こう、まあ、例えば駅前公園とかね、そういうようなところ。あなたは喋ることないから。ヘイトスピーチをするために公園を使わせてほしいって言ったから不協会になったんじゃないですか。そんなこと言ってるわけないよ。何言ってるの。その目的が、そんなことどこに証拠があるんだよ。その目的があるからですよね。そんな証拠どこにもないだろうよ。お前が勝手に言ってるだけだろうよ。ブログにそうやって書いてありますよ。お前がそう勝手に言ってるだけだろうよ。まあ、そういったようなために、人を傷つける可能性があるから不協会になったんですよ。だからそんなの嘘だっていうの、誰も傷つくなんていないから。お前は勝手に言ってるだけなんだよ。それは散々人を傷つけてるデモをやってきたじゃないですか。あなたも参加して。今度訴えますか。それはあなたの主張で我々は違うから。あの法務省にだって津崎さんのやってることは人権侵害だってはっきり認定されてますよ。あのデモが人権侵害だったってことは認定されています、法務省に。それをじゃあそれでたらめだって言うんですか。また得意の嘘だって言うんですか。いいからいいから、あなた行きなさい。そのことじゃどう思うんですか。そのことどう思うんですか。そのこと今関係ないから。でも人を傷つけたことないって言ってたけど、津崎さんのデモは人権侵害だっていうふうに勧告が出てますけど、それについてはどう思うんですか。でそれに対して、あなたが言ってることだって、勝手に言ってることだっていつも言ってますけど、法務省がちゃんと勧告を出していますよ。あれが人権侵害だということを認定されてますよ。私はそんな勧告受けたことないから。あなたのこと言ってんじゃないか。話をごまかさないでください。津崎さんが、津崎直光さんが勧告をされてるんですよ、ね、あのデモは人権侵害だったということを勧告されてます、ね、あなたは人を、ね、傷つけたことがないというふうにね、我々は傷つけたことがないって言ってます。ないだろ、ないだろ、認めるか。認めません。なんでそんな反対のことになるの。認めるわけないじゃないですか。認めるわけないじゃないですか。あなたは人権侵害をしてます。で津崎さんだって人権侵害してるという、言ってみろ。それのデモに参加してるじゃないですか。あなたはデモ、ね、書いてることって、ね、デモに参加したことは、ね、ブログにだってデマとヘイトスピーチを書きまくってますよ。人権侵害しまくってますよ。人権侵害しまくってます。川崎市の市民住民を出ていけなんていうふうに書くことは人権侵害以外の何者でもありませんよ。誰が見たって人権侵害です。じゃあ訴えなさい、新聞に書きなさいって。書いてます、書いてるじゃないですか。散々書かれてるんで、あなたは何もね、それについて具体的に書いてます。具体的に書いてます。新聞もう一回読み直してください。私の記事をもう一回読み直して、具体的にもう何回でも書きます。何回でも書きますよ。何回でも書きますから。何回でも書きますよ。何回でも書きます。あなたはヘイトスピーチやってますから、やり続けてますから、人を傷つけてますから、そうである以上書き続けますから。そうそう、それを
で、あなたはそれについてどう、ね、どうするんですか。それでもヘイトスピーチやり続けてるんですよね。こうやってやってないから。ヘイトスピーチしてます、まあ、やってないから。川崎市の住民を出ていけっていうふうに、ね、書いてます。でデマも言ってます、ね、川崎市の外国人は反対を起こしても、ね、何も処罰されないっていうデマを書き書いてます。それはヘイトスピーチです。ヘイトスピーチですから。ヘイトスピーチです。はい、ヘイトスピーチもはっきり書いてますよ。具体的に示せって言いますから示しました、はい、でどうするんですか。やってないから。何も、いや、それが示しました。いやいや、はい、やってないからじゃなくて、その訴訟をやるから裁判所で明らかにしようんじゃな。以上。いや、とにかく演説を妨害するなよ。人が喋った時に口出し出すなよ。それ常識だろ。お前、あなたに喋ってるんですよ。別にこっちに話してるわけじゃないですよ。いや、だからこっちにやってるわけ。あなただって佐久間さんこっちに話しかけてきてるんじゃないですか。この人だって渡辺健一さんだって。え、だから答えてるんじゃないですか。まさらは。ちょっとね、名刺をね、ちょっと今度あのまたあの日曜日にこうやってやりますので、また全く理解されませんでしたね、佐久間さん。全く選挙の結果みたいに全く理解されませんでした。あなたの喋ってる。いやいや、こういう喋り方許してくれ。全く、じゃあ分かりました。それはそれ両方受けたまわりました。あ、どうもありがとうございます。で、ちょっとね、あのまた話題を変えまして、実は本をね、一つ紹介したいんですね。こちら、まあ、これ実はね、憲法の学術書でして、あのヘイトスピーチ法の基幹研究、まあ、これ出たばっかりで、まあ、2月か3月、あの今年出たばかりの本です。で、この本の内容はどういうことかというと、まあ、各国のね、ヘイトスピーチの規制の法律を紹介したりとか、あと僕がね、すごい興味を持ったのは日本国内 の憲法の先生でございます。憲法 の先生のね、あのヘイトスピーチの規制を積極的に推進している先生方や、ちょっとは逆にね、あのこういうヘイトスピーチを規制するのは表現の自由の侵害になるから、ちょっと考え直した方がいいんじゃないかという、まあそういった消極的なね、立場の憲法の先生を紹介していたりとか、あとその中間のね、あの憲法の先生を紹介したりとか、それで全部取ってどうぞ。どうぞ。それから落選おめでとう。それからディスカウントジャパンおめでとう。それから差別主義者中間派と、それから分かれることができると。それからそういうような紹介が一般されている。それからさっさと帰る。それで気持ち悪いから。それからあの、まずね、皆さん、やはり憲法の先生ですから、それを読むとね、説得力があって、あ、なるほどそうだな、積極的なね、まあ、諸岡康人先生の学説とかも紹介されてたりとかしてるんですけれども、まあ、要するにかなり、ヘイトスピーチを規制することに関して、まあ、憲法学者でも意見がもうかなり分かれてるよというような状態になります。このことをお話しさせてもらいます。私たちがヘイトスピーチを考える会の勉強会を教育文化会館で開催しました。そしたらですね、川崎ヘイトスピーチを許さないネットワーク、三浦貴人なる人物、この人がですね、呼びかけて、この神奈川新聞の石破記者も呼びかけてですね、在日朝鮮人と左翼の人たちが我々の集会に対してですね、威力を持って我々の集会を妨害しました。それをですね、我々は地方検察庁に告訴しましたところ、これが正式に受理されております。ただまだですね、どこまで進んでいるかは全く分かりません。しかし我々はこの事件がですね、仮に起訴となった場合、それは検察審査会に対してですね、これを申し立てます。さらに今回のこの妨害、威力業務妨害ですね、に関しては
講師であった弁護士先生、徳永俊一先生が、大阪の弁護士ですけれども、川崎警察署に被害届を出しました。その後3回ほどですね、川崎警察署に来て、それぞれ事情聴取を、事情を説明したんですけれども、残念ながら川崎警察は、被害届を取り下げてほしいと、そういうふうに弁護士先生に言ってきました。しかし、弁護士先生はですね、その被害届を取り下げておりませんので、もし検察庁の結果がですね、我々の望むものと違ったならばですね、今度は正式にですね、弁護士先生の名前で、この威力業務妨害事件として、これを妨害した人たちに対してですね、威力業務妨害事件として正式に告訴をいたします。我々はまたですね、検察庁がこの事件をですね、正式に取り上げない場合は、我々は民事事件としてこれを威力業務妨害事件のですね、首謀者であるネットワーク、川崎市民ネットワークの団体に対してですね、民事訴訟を提起します。これからのですね、我々の訴えというものは、いろんな意味でこういうですね、裁判絡み、訴訟、そういうものを中心としてですね、やっていくということであります。ただ現在ですね、川崎市内においても、外線活動、これはですね、車両による外線です。特にこの6月に向けてですね、川崎市議会ではこの彼らが言うところのですね、なんか差別根絶条例とかですね、あるいはかつては人種差別禁止条例と言ってたんですけども、いつの間にかですね、この人種差別禁止条例というのは言わなくなって、今は差別根絶条例ですね、なんかいろんな言い方を変えていますけども、こういう条例がですね、この川崎市において議会においてですね、審議されると、そういうことが言われていますので、我々としてはですね、こういう日本人の言論弾圧、我々は憲法で保障された言論の自由、日本人の言論弾圧なんてありませんよ。そういうものをですね、目を言うのやめてくださいよ。著しく我々のそういう表現の自由に規制をかけるようなですね、あるいは罰則を課すような、そういう条例には断固としてですね、反対をして、そういう外線活動ですね、全然そんなもんではありません。川崎市において、瀬戸さんの言ってることデタラメですけど、佐藤さんも同じような考えですか。何とぞですね、同じ考えですか。まだ原案出てないから分かんないです。見てから、それから評価します。概要はご覧になられました。見ました。
どうして条例の、ね、議論も知らないで、概要も知らないで、瀬戸さん、ね、今、日本人の言論弾圧だとか言ってるけど、ね、議会の議論は聞いてますか、確認してますか、確認してないですよね。どういう議論がなされてるかって確認してませんよね。佐久間さんは確認してないって言いました、ね、あなたも確認してませんよね。それでどうして日本人の言論弾圧なんてデタラメなことが言えるんですか。だからデタラメになるんですよ。日本人の言論弾圧なんてありませんよ。だからデタラメになるんですよ。全くもうね、ちゃんと前提となる、ね、勉強もあなたしてないじゃないですか。そんなことだからデタラメになるんです。言ってることも書いてる。でそもそも、ね、あの条例は、ね、あなたのブログで書いてる。いやいや、それあなたがデタラメ言ってるだけだ。デタラメですから、はい、あなたがデタラメ言ってます。ブログをね、はい、訂正してください。あなたは訂正する必要ありません。訂正するべきだと思います。全然正しいことを書いてますから、はい、あなたは嘘ばっかり書いてます。以上です。はい、終わります。